んだ。ああそういうことね。あの妹のベッドの扇風機が倒れましたね。妹のベッドの扇風機よく倒れてるんですよね。あの不安定なところに置いてるから、布団の上に置いてるので、普通にあの二段ベッドの上で私と一緒で、すごい不安定なところに置いてるから。何の音だと思った。妹のベッドに置いてある扇風機が倒れてた。びっくりした、誰もいないはずなのにと思って。しかもそのさ、扇風機いつも置いてあるであるところを見たらさ、宿題なのかな、なんかプリントとか置いてた、だからだよと。虫かと思ってめっちゃでかい虫じゃん、そんなの落ちてきて。あ、そうだ、今日ね TikTok を投稿しました。前に撮ったやつ。投稿したのでぜひ皆さん見てください。この距離でコメント見る。コンタクト、あ、コンタクトしてるけど、え、でもそんなに離れてない、そんなに。ここカラコン入れてないです。そう、目悪いので、そのド入りのさカラコン買わないといけないじゃん、買うんだったら。それがめんどくさくて、ドなしだったらさすぐ買えるじゃん。けどさ、あんま買い方も分かんないからさ、度が入ってるカラコン、そうだからそう、買い方が分からないって。まあ聞けばいいんだろうけど、ちょっとめんどくさいなので、まだちょっと挑戦したことないですね。カラコンやったことない。え、カラコンここに抵抗があるとかそういうのではないんですけど、普段コンタクトしてるから別に全然いいんですけど、ただその動画入ったやつを買うのがめんどくさい。そう、分からない、あれなのかな、そういうなんか眼科とかで買うのかな、分かんないけど、病院って。あ、ぴょぴょ、あ、スイッチね、置いてきちゃった、一階に置いてきちゃった。ぴょぴょちゃん、メガネないし、メガネだとね、ちょっとね、メガネちょっと買い替えてないんで、度が合ってないから、ちょっと近くじゃないと見えないかも。眼科でか、なんかね、定期的に行かないといけないんだよね、何ヶ月かに1回。そう、コンタクトって、そう、なんかそのそう行かないといけなくて、買うときに何ヶ月過ぎたら行くみたいな、経ってたら、その期間が空いてなければそんなに買えるけど、眼科行かずに。
で見たい。メガネはまたいつか。でも配信はねちょっとねマジでコメントが見えるか不安。ちょっと動画合ってない、合わせるって話なんだけど、ちょっとまたいつか。メガネ黒だよ、メガネ黒のメガネ。結構昔、そう結構昔に。めっちゃ前、何年か前。そうでも普段ずっとコンタクトつけてるから、そう家にいる時もほぼ配信する時にコンタクト入れるか。あんま家でしか使わないからあんまドア合わせに行ってない家でしか本当に使わない。見えないことはないんだけど、コンタクトのが見える。リップ何？リップはこれはセザンヌのやつ。セザンヌの何だろう、分かんない。友達に誕生日プレゼントでもらったやつ。セザンヌのリップをもらって、開いちゃった。やば。でも今日前髪切るので、後でやっと本当に嬉しい。前手をさ、時間経てばさ、こう巻き取れちゃう、取れちゃうのね。まあ固めてもなんか取れちゃって、なんかやっと。カーテンの外見る配信、どういうこと？どういうこと？え？どういうこと？わかんないや。カーテンの外見る。妹に切ってもらったことはない。妹の髪切ったことなら、前髪切ったことならあるけど、妹に切ってもらった。自分で切りたい。自分で切りたい。いつも自分で切ってる。明日何時にしようかな、配信。なんか買ってこようかな。何か。どうしようかな。お昼にするか。お昼。いや、お昼は寒いじゃん。夕方だな。夕方か夜。
夕方がいいな。何時がいいかな。カヌレ配信、あ、カヌレ、あー、それはあったっけ。でも今作るでしょ、昼に12時に終わって急いで生地だけ作って、12時間も寝かせないといけないの、生地。明日買いに行くのはちょっと厳しいから、考えるよ。12時間、まあ、うん、そうだな、12時過ぎるから、早くて1時とかから焼けるの。まあ生地、材料があれば作れるけど、ちょっと待って、わかんない、家にあるか。そう、でもちょっとね、作る工程は配信できない、ちょっとキッチンも配信できないのでラム酒はある、ラム酒はあるけど他の材料があるかわかんないので、ちょっと後で見てみます。できそうだったらやるけど、ちょっとわかんない生地寝かせて上がるの3時とか1時にできれば。1時に焼ければの話ですけど待って、夕方ぐらいに配信しようかな。夕方、そうだね、何時がいいかな。もしカヌレ焼くとしたら、そのカヌレの焼く時間によるしな、出来上がってからがいいしね。何時がいいかなまあでも夕方ぐらいにしようかな。そうだね、5時とか、わかんないですけど、まあ、ちょっとまた確定したら755で言います。明日200日なので、明日だよね、あれ違うっけ、いや明日の朝16日だから。でもわかんない、ちょっと明日また755で言います。決まったら5時になるか分かんない今日、お、100、199、うん、明日だ、明日、そうだね、ちょっとで、分かんないな、ちょっとまた明日考えますね、時間まだちょっと分からないので、明日で200日、カヌレとかの材料見たりとかしてから決めます。スペシャルの何かスペシャル、難しいな、でもそんなに期待しないでいてくださいそんなスペシャルな配信はできる自信がないので、うん、あ、そうだ、ドボンしよう、ちょうど今日あるので、携帯が充電もあるし、髪あんかる、なんと充電ありますよ。ドボンドボン。オッケー。あれあれ？テロップやったのにな。最近表示されないな、1回目。オッケー、出た。
浴衣自分で着れないんですよね。あれ自分で一回やったことあるけどちょっとうまくできなかった。着れないんですよちょっと厳しい。あるけど浴衣家に、自分で着れない。テロップじゃない、メッセージか、メッセージかよ。メッセージ、おいしい、うん、あ、いや、これで適当に選んだやつ、顔文字これでいいや。コイン溜まってるからガチャしよう。さあ自分のカードは出るのか。めっちゃ A と多い今回。ピョンちゃん2枚出たすごっ、同じのが2枚出た。めっちゃ多いよ A と。ひだやちゃん、七瀬ちゃん、ピョンちゃん、なるちゃんが違うのが1枚ずつ2枚、多いやった。でも自分は出なかった自分は出なかったけど、エイトはいっぱい出た。あ、今始めました。浴衣姿の嬉しむしかない。ありがとうございます。あ、手が当たっちゃった。浴衣写真あるので、あ、やばい。ドロスしちゃった。また SNS 載せますね。メールにも載せたけど、それ以外にもあるので。どれ、何かしらのSNS に。ツイッターかインスタか755かどれかに。あ、あられちゃった。その申し込み期間かな、終わるまでに載せますね。あさってまでだよね、火曜日だったはず確か。それまでに載せれるようにします。お、ファンの方いる。めっちゃいい今カード、めっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃん。もうすぐドボンできそう。あ、あ、嘘、今できなくなっちゃった。ドボンした。複製倍増機も使っちゃおう、いっぱいあるから。ファンの方いる。
めっちゃスキップされる。あ、やばい、女性聞いた。13。あ、やばい。あ、キャッセルしてくれた。どうもキャンセルさせちゃった。お、13出した。いやでもちょっと待って、大きい数字引いちゃう。リバース、あと1枚大きい数字を出せたら。お、出せた。ドボンできる。お、ドボン、ドボンできた。やった、ドボンできた。優しい、ドボン。私がされそうな時誰かがキャンセルしてくださった。キャンセルさせちゃった。そのおかげでできた。充電もあるのに、なんか急に画面がザーってなった。なんかピンクのザーって画面になって、え、めっちゃ怖かった、びっくりした。なんでだろう、ごめんね。なんかそれでなんか携帯が落ちてて、電源が、充電もあるんですけど落ちてて、今再起動した感じ。わかんない、急に落ちた。え、怖っ。急に落ちた。充電ある、 42% ぐらいあった。今見たら嘘でしょ。怖っ。え、初めてなった。今までの携帯、この携帯でもなったことない。なんかピンクの、ピンクでなんかザーってなって落ちた。怖いって怖っ。音もね、ザーみたいな、ザザザみたいな音がして。え、しかもさ、これさ、音出ないようにしてるっていうかさ、あの通知音マナーモードにしてる。この音思ってない。ザザザって音がして、え、待って、怖っ、怖っ。普通に怖い、やだやだ。ちょっとこれからお風呂入るのに怖いじゃん。って怖い怖い。まあいいや、ドボン始めよう。うん、大竹ひとみちゃんと対戦しました、今。やばい、でも怖い、めっちゃ怖いんだけど。普通に、まだお風呂これからなのにな。困ったな。
うん、溺れた。流れた。ときめき、ときめきゲットした。トッパちゃんのときめき。お風呂。え、でも今日前髪切るって決めてるから、そう、前髪は絶対お風呂の後に切るの、いつも。お風呂入ってドライヤーで乾かして、そう、癖がない状態で切りたいからそうしてるんですけど。わあ、普通にね、配信の切れ方が怖かったんだよね。プスって切れるんじゃなくって、なんか砂嵐みたいな感じで画面が止まって、一回ね、画面が止まって自分が動いてなくて砂嵐みたいな、ピンクの砂嵐みたいなんで、プツプツプツみたいな音がして切れちゃったの。あ、上がられちゃった。いや、そんな風になったのが初めてすぎて、ファンの方いる。え、ファンの人側は普通に止まってただけか。止まってただけ。そう、充電あるのになんか落ちた、電源が落ちちゃって、アプリが落ちたんじゃなくて携帯の電源が落ちた、充電が落ちた。熱くなってた。え、でもそこまで熱くないよ今携帯。ちょっとあったかいぐらい。そんな、あ、やばいやばい、押せてない。なんつ、でも落ちるほどの熱さじゃないと思うんだけど、怖っ。あ、ループ入ってた。んー、なんでだ。めっちゃ怖がる。いや、でも自分の携帯でなったら怖くない？急にさあ、何時？急にバーってピンクの砂嵐だった。黒とか白じゃなくてなんかピンクだった。ピンクで。上落ちちゃった。飛んできそう今。切るかな。なかなかドボンできない。お、あと1枚。うん、上がれたかな。上がれた。
もうシュルもあったらすぐお風呂入ろう。あーでも作ろうとしてたんだったカヌレ、ちょっと一旦生地確認してあれば作ってすぐお風呂入ろう。じゃあ確認してあったらすぐ生地作って、ちょっと作ってすぐお風呂。でも今日は頑張って早く上がるね。プレゼント、プレゼント、あ劇場に届けてくださったプレゼントかな、ファンの方がはまだ受け取れてないんですよ。まだ受け取れてなくて、お上がると、なので多分劇場に出た時に次受け取れるかな。まあでもいつ劇場に出れるのか分からないので、まだまだいつ受け取れるかは分からないです。受け取ったら言います、また755とかで。ラストだなこれが。うん、ファンの方いる。スペード。スキップされた、守ってなかったけどスペード守ってないけど、あ時間ちょっと待ってね、これが終わったらランキング見ます。ありがとう教えてくれて。運動もできるかなこれ。微妙。ああ違う方がドボンされちゃった、残念。よしランキングも、13位から読んでいきます。13位、サイレントDムーンさんありがとうございます。12位、ニッシンさんありがとうございます。11位、ニャーコさんありがとうございます。10位、井上義弘さんありがとうございます。9位、台湾夜嵐おやすみ強化かわいいさんありがとうございます。8位、プッチーニさんありがとうございます。7位、香港の春間アットマーク強化推しさんありがとうございます。6位、ゆきひょうさんありがとうございます。5位、チーノさんありがとうございます。4位、あきひこさんありがとうございます。3位、お豆アットマークどうみんさんありがとうございます。次に筋肉愛好家さんありがとうございます。そして1位が元気さんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ちょっと今から終わったらカヌレの生地あるか確認して、あったら急いで作って、急いでお風呂入って前髪切って寝よう。やることいっぱい。ちょっとまずねカヌレの記事の国ね、忘れないようにすぐしなきゃ。12時間寝かせないといけないから、よ
うしようかな。じゃあ今切っても確認してこようかな、急いで。今日は早く寝ます。ちょっとスマホが変な切れ方してちょっと普通に怖いのでいや初めてすぎてなったのが普通に。故障とかなのかな。でも変えたの去年の11月なんですよ。機種変したの早くない？わかんない。でもお母さんの携帯もその時期に変えてて、ちょっとバッテリーがおかしかったから、そんなもんなのかな、わかんないや。じゃあそろそろ終わろう。もうちょっとで切れちゃうけど、まあいいや。カヌレの生地の確認してきます。スマホに衝撃あった本当に。ちょっと後で自分でも調べてみよう。ちょっとびっくりした普通にじゃあありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。明日は、明日の配信時間をまた後で755に明日かな書きます。なので明日200日なのでぜひ見てください。200日の記念配信一緒にお会いしてくれると嬉しいです。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。